スンプレイヤー0.6、7のビスタ上でのスクリーンショットスンプレイヤーは、プレイヤー及びその派生メディアプレイヤーである、MPV などのフロントエンド。クロスプラットフォームで動作するフリーで、オープンソースなメディアプレイヤーであり、GNU ゼネラルパブリックライセンスで公開されている。公式サイトでは、Windows パッケージに加えて、Ubuntu 対応のバイナリパッケージが提供されている。 また多くのディストリビューションでも各リポジトリごとにパッケージを提供している。バージョン0.6、7以降のインストーラは運質で生成されている。インストーラはムプレイヤーの最新版やコーデックパックをダウンロードしインストールするがムプレイヤーをオフラインでインストールするインストーラも用意してある。各種リナックスディストリビューションでバイナリが提供されている。しかし、 スンプレイヤーも QT もすでに多くのオペレーティングシステムに対応しており、スンプレイヤーがスンプレイヤーをベースとして QT で構築されて以降非常にポータブルになっているので、たとえスンプレイヤーに対応していないオペレーティングシステムでも別のユニックスまたは Linux のバイナリコンパチビリティ機能で利用することが可能。フリーブスドで使用するときはポーツツリー経由でのソースかほとんどの 主なフリーブスドのバージョンに対応するバイナリパッケージでインストールすることができる。オパンブスドにもポートコレクションで利用可能なバイナリパッケージが提供されている。しかし、ネットブスドやドレアガンフライ BSD ではバイナリフォーマット形式でも PKGSRC 形式でも利用可能になっていない。ただ、ネットブスドではフリーブスド用バイナリを使えば表だった不具合もなく使用できる。 スンプレイヤーバージョン19.1ありがとうございます。